こんにちは、日テレアカデミアの真鍋です。本日は言葉というものを深く考えることによって、マネジメントのヒントを得ていこうということで、社に構えるということについて、考えてみたいと思います。新入社員の皆さんとね、会ったり、まあ、研修なんかやると割とよく出てくる、あの人ちょっと社に構えてるなみたいな、会議でもね、ちょっとあいつは斜め身だなみたいなことをよく言うと思うんですけれども、割とその言葉の語源を探っていくと、そこに対するヒントとか対策っていうことが見つかってくるケースというのは非常に多いです。我々が何気に使っているこの斜め身とか斜に構えるっていうことの意味をしっかり捉えることによって、そういう、まあ、人たちとの、まあ、コミュニケーション、マネジメント成長を促すっていうようなことを、できると非常にいいかなというふうに思います。でこの社に構えるなんですけども、もともとの、語源で言うと、これ実は剣道で使う言葉です。語源は剣の道ですね、剣道なんです。剣道の世界で社に構えるっていうのは、いわゆる中段を意味します。例えば上段、下段、そして、中段というのまあ、中段っていうのは全ての構えに対して臨機応変に効く基礎中の基礎の構えなわけでございます。ということは、本来剣の道でいう社に構えるっていうのは、まあ、正確に言うと構えを改めるという意味でらしく、真っ当に相手と向き合うっていう意味なんですよね。これを考えるとちょっと不思議ですよね。なんとなくイメージで言うと、こう相手を真正面から見ずに、ちょっとうがった方向から見る人のことを社に構える、斜め見っていうふうに言うんですけども、実際本質的な意味は相手と対等に向き合うというような意味であります。こう考えると、まあ剣道から出てきたものが言葉だけを捉えて、その言葉だけが別の意味として派生したというふうに捉えるんですけども、これね、よく皆さんちょっと考えてみましょう。剣道の場合というのは敵なんですね。敵と自分を正対して見る、こういうふうに考えると分かりやすくないですかね。本来例えば研修とか会議とかチームとかっていうものは仲間、味方なわけです。だから敵ではないわけですよね。インサイドなわけですよ。ところが社に構える人たちっていうのは、そういう本来は仲間である人に対しても敵というアプローチをしてしまう人です。こうするとね、ちょっとやっぱりなんとなく言葉の意味合いがよく分かってくる。だから我々なんかがこう講師やってても、社に構える人の特徴というのは、まあ、非常に敵対的であるということです。敵対をしているので、当然敵の言うことですから、まず入れないわけですよね。敵の言うことだから聞く必要がないと。でもう一つは、その敵に対して勝負なんで、勝たなきゃいけないわけですよ、ね、勝とうというふうに考えた場合、例えばそのまあ会議でもそうですし、研修みたいな場もそうなんですけど、学びの場もそうなんですけれども、もし自分が相手よりも発信すべきものを持ってなかった場合、どうするかということを考えると、それでも勝ったと見せるためには、もう一番簡単なことっていうのは、相手を徹底否定するっていうことですよね。否定することによって、自分のポジションを確実にしたい、周りに自分の強さを見せたい。だからこの社に構える人の特徴っていうのは、とにかく何を言っても否定的な意見で返ってきてしまう、否定をするということです。で、我々はこれを説得するときに、その否定に対して、まあ、例えば論理矛盾をついたり、考えの浅さを詰めたりするんですけど、これがほとんど意味をなさないのは、もともと敵なんで、敵の言うことは否定するっていう態度の人に論理矛盾ついたところで、まあ、心がもう受け入れていないわけです、まあ、聞く耳持たないっていう状態なので、何を言ってもこれはまた別の視点から否定をかけるっていう形になるから、成立がしないということになるんですよね。これがよくこう言われますけど、社に構えてる人ってやっぱコミュニケーションコストがかかるっていうのは、もう否定モードになっているので、窓閉じてる人をまず一旦窓開けるという作業からスタートしなければならない。で、新入社員の人とかに結構これがなぜ多いかっていうと、当たり前っちゃ当たり前なわけで、まだ会社に入って組織に入った中で何の実績もないし、何もわからない人からとって自分の優位性を示すっていうのは、もうやれることというと否定しかないんですよね。実績がないわけですから、否定をして、その否定を周りに見せつけたい、なおかつまあ自己承認欲求ですから、勝ち負けっていうのは自己承認欲求で成立されるんで、そのなるだけ自分の勝ち負けを人にこう表せたいっていうふうに、だからこう態度に出てしまうという形になりますね。これね、
思議なもんですけど、新入社員の時にそういう風に社に構えていた人が何年か経ったら、まあ本当にびっくりするぐらい人が変わるように、穏やかになり、まろやかになり、コミュニケーション能力も非常に高くなりっていうケース結構あるんです。これはまあそもそも自己承認欲求高いっていうことは、自分を認めてほしいっていう、言い方変えればモチベーションがある、熱意がある、情熱があるというふうに言えますから、そういう人が頑張って実績を積んでくると、その実績そのものが人に対して示せるものになるわけですから、で周りもその実績を認めてくれたりすると、この瞬間もう勝ち負けはなくなるわけですよ。そうすると社に構える必要がなくなる、敵だとみなす必要がなくなるわけで、自分の中の自己承認欲求も消化されて、そうすると聞く耳も広く持つし、コミュニケーションもなく、で元々は前向きなエネルギー持ってるから、さらに前向きにそれをうまく使っていけるということで、成長するというようなこと結構多いと思います。ただ一方で非常に、不幸なことですけど、その後も実績を保てないっていう風になってしまった場合の人の場合は、これは結構悪化するケースが多いです。つまり自分でその承認欲求を満たせないとい こう不満が結果にも現れないとなると、もう全てに対して否定をしていくしか自分を守る身がないっていう風になってきてしまいます。そうするともう何かにつけて否定的、何かにつけて消極的っていう風になるので、そうするとどんどん周りが離れていって、よりその敵対関係っていうものが広がってしまうというような状態になってしまいます。なので、我々がこう考えると、一つはですね、時間薬みたいなもんで、その能力高い人で社に構えていても、ある一定の期間を経ると、それは変化してしまうから、そこを目くじら立てて言う必要はないっていう考え方が一つで、もう一つは原則的にはやっぱり実績を積ますっていうことなんですけれど、この時にやってはいけないことがあります。これ往々にしてよくあるんですけど、そういう社に構えた人がなる限り、本人に自信を持たせたいということで、些細なことでも褒めてしまうっていうことがあるんですね。この褒めるというのは、極めてリスキーな感じです。褒めるとどうなるかっていうと、もともと承認欲求が高い、そこに小さな成功を褒められてしまうと、その小さな成功をですね、自分の中でもう限りなく肥大化させてしまうということです。小さな成功を初期に与えられて、これでいいんだって自信が持って、それを肥大化して、自分のちっちゃな成功体験1個で他のことを否定して、さらにそれの対価を得ようとするふうになってしまうので、これね結構逆効果なので、僕はよく言ってるんですけども、一番大事なことは褒めないっていうことです。本当に周りが第三者から見て評価される時点までは絶対に褒めない、淡々と仕事をする。承認欲求強い人っていうのは、承認されたいっていうモチベーション高いわけですから、そこに対してハードルを少しずつ、失敗しない程度ですけども、上げていくことによって、誰もがもう有無を言わせない仕事の実績ができた時に本人の変化が起こる。だから割と気長に作業しなきゃいけないっていうことですね。これがポイントで、もう我々もマネジメントの世界っていうのは、相手がね、なぜこう社に構えてる斜め見してる人が嫌かっていうと、当たり前ですけど、最初から喧嘩腰だからです。敵味方で敵だって認識されてる人だから、やりにくいですよね。素直な人たちっていうのはこっちサイドなんでいいんですけど、社に構えてる人は敵で中段に構えて、こっちで竹刀持ってるわけですから、我々そこに対して手ぶらで行くわけですから、そうすると時々拙いやり方でしてしまうと、相手が竹刀持ってるんで、こっちも竹刀を持って相手を完膚なきまで叩き潰して、そして屈服させるっていう手法を取る人もいるんですけど、これはもってのほかですね。仮にそこで従ったとしても、それは本来の信頼ではなくて、単に恐怖であったり屈辱であったりして押さえつけてるだけなので、効果は非常に限定的なものだと思います。なので斜め見してる人は、そういうモチベーションが高いということをちゃんと理解した上で、褒めずにまず実績を積まし、本人の心が開いて、その敵味方という概念から時間をかける、これはね正直時間をかけるしかないということです。こういうふうに文字っていうものは不思議なもので、表現とか文字とかっていうのは我々の長い歴史の中で積み重なれて構成されているわけですから、言葉の語源を調べていくと、我々が非常に深い気づきとか学びを与えてもらうことになります。アカデミアでもですね、この言葉っていうのをちょっと突っ込んでいきながらいろいろ考えてみたいというふうに思っております。本日は社に構える斜め見っていうことについて
言葉の探究をしてみました。皆さんご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。